まみもえもさやかです。黒の奇跡2幕前をやっているところでございます。ほい、やってこう。お任せください。お任せください。行くぞ行くぞ行くぞはやっ交代。かわいい。いきます。いや、めっちゃかわいい。あ、今気づいたけど L3 を押したらこれ消えたりつけたりできるんだね。チャージアタックいくよ。もらったよ。おお、敵の詳細表示今言うあ、これ伸ばしたりはできないですね。アーツがあるよ。お願いすーちゃん、お願いすーちゃん遅い。かっこよ。あ、バンダライズレーズできねえ。せっかくセビス着てるのに。残念。嬉しいよ。やばいと言われた。バン。届かない。あ、もう届かない。あれ、なんか曲めっちゃ良いですね。ナイス。アニエスからアニエスになったね。トーンの違いを指摘していく。いい感じです。おお、やるね。おお。何これ。ああいうのも落ちてるっていうこと？え？マジ？そんな目の節穴さんに困るような。あ、待って、なんか走る時に L3 を押してるんだけど、それはゴースト・オブ・ツシマのやりすぎでは。これ CP かなんか手に入るんかな。始まりの奇跡のあれが CP もらえてた気がする。ジャスト回避するとクロスチャージ発動できる。ジャスト回避中、言えてないジャスト回避中に発生。タイミングよく三角を押す。切り替わった。でもこれ戦闘の感覚もまるで本物みたいだな。はい、さすがは MK 社というか、それだけに気をつけた方が良さそうです。痛みにもリミッターがかけられているはずだが、何せ正常じゃないらしいからな。確かに。リアル以上に痛かったら MK を訴えちゃうんだから一応あれ、なんか棒立ちで意識だけって感じなのかな。今事務所にいるってことだよね。良さそうな宝箱です。良さそうな宝箱です。鷹の目が欲しいです。いかんな。走るのに L3 を押そうとしてるなあ、そっちじゃないよ。それ危ない。勉強するね。あっちワープ。そろそろカットするか。ちょっと待って、スーちゃんまだ使ってないんじゃない？あ、間違えた。おい、ちょっとむずいな。もうあれやりたいな。攻撃が本人じゃなくって弾が出てくるタイプなんだよな。どこ行く？これがなーちゃんの実力なのだ。ちょっと待って、回復しよう。うん、ほい。隙をついたぞ。微妙だなあ。デックス10いける。どうしよう、なあちゃんと見る。遅い。捉えた。かっこいい。畳みかけるぞ。うわあ。いい顔。助かる。そっち行ったんだ。なあちゃんどっち行こうかな。元気中に。これ当たるの。支援する。それ。ワンダフル。よろしく。やってることえげつないのに可愛い。みんなファイト。ファイト。よいしょ。バッ。遅い。捉えた。ね、マジでかっこいいですね。あ、バンさんなんだ。まあでも確かにバン君じゃないもんね。バンさん、まあそれはそうだわ。ディアンスステッチもいってないんだっけ。ああ、なるほど。 EX チャージの時にやってくれるやつか。正気、せっかくセピス来てるので使っちゃうぜ。肩をつける。クロスナンバーズ。かっけー。セピスも助かるー。かっけー。私が相手です。お、戦闘 BGM、 ピンチ BGM きた。そんなに痛かった。癒しのイノセントヒーロー、続いてくださいからの元気注入。元気注入。かわいい。自分は回復しないタイプ。自分回復しないタイプ。あ、しまった。ういー。いつでもいける。続いてください。ここだ。吹き取れ。かっこいい。ありがとね。あ、セラス結構回復するね。よし、上出来だ。さすがファン、手際がいいな。手際がいいな。あれ、これ2人の取っていいの？てかルネ、ここ普通に入ってんの？あ、外していいの？使ってもいい？お、これか。おお。なるほど。え、1個だけ。どうしようかな。即死防止かエンゼルリングにしよっかな。次に行くゲートが出る。なるほど。ああ、そういうこと。あれはどこにいた？やりました。ああ、思っていたより広いらしい。お前らの手を借りて正解だったかもな。それを見越していたなあちゃんたちでした。完全にただの成り行きだが、まあ最後まで付き合わせてくれ。ありがとう。あー、へえ。あ、モンスターもわかるしみたいな。結構じゃあ広いんだね、本当にね。なるほど。畳みかけるぞ。了解だ。そうだ。バッチリた。悪くない宝箱だな。反対側だけどね。下とかが別の階層？自分が今いるフロア？ちょっとわかんないね。これ結構見逃すな。いいね、かっこいいね。めっちゃいいか。さてということで一応全部いったかなって感じです。これほんと節穴だな。もう溶け込んでるんだよな。これに行ったら次に行けると。こっちも行ける。エネミーが知らないのがいるよって感じか。こっち行ってみる。ほい。ブレイクオブジェクトを発行。そして雨降ったりするんだね。よくやったナディア。少しはあいつに近づけたか。まだまだそうだね。あいつに近づけたかって言ってるエースのことだよね。あ、こういう時にハイスピードモードにすればいいのか。早すぎるな。なるほどね。はい、なんか我々ハイスピードモードに慣れすぎでは。なるほど、どう。まあでも A ボタンのあ、待って、危ないよ。この子のチャージアタックやべえな。やべえな。なるほど、こういう時のための今作の最初からハイスピードモードがあるわけね。でフィールドバトル、コマンドバトル、ちょっと早くしてみようかな。ここが速くなるわけじゃなくってバトルスピードの話だね。あ、確かにさっきより全然速い。絶対事故起こるってこれ。危ない、怖っ。怖いよこれ。あ、誰でもなってない。皆さん事故には気をつけましょう。悪くない手応えだ。決めるじゃねえか。スイン。決めるじゃねえか、いいですね。あちーきた。いやー、早いとめっちゃ酔うわ。はい、2階層目も全部やりましたということで、ここがクリアで、こっちに行ってもいいけど、あ、もう向こうは立たれたのかということ。疲れた。そういう疲れたじゃないと思うね。ガチで疲れて、そう怠惰の方なんだよね。あーちゃん。アニエスはあーちゃんでした。あーちゃんじゃなくてあーちゃん。なるほどね。ここ重要。なるほどね。あーちゃんだと別のこと、呼び方がかぶっちゃう。あーちゃん。あーちゃん誰だ？今あるとしたら、アネラス、アントン。アントン出てくるか。他には誰だ。あーちゃん、アリオスさん、アリサ。アリサのことあーちゃんなんて言ってた。え、アリサのことあーちゃんなんて言ってたっけ。キヨカ、アルティナのことアルティナあーちゃんって言ってたっけ。もうすでに始まりの奇跡の記憶力がやばい。あ、でもあーちゃん言うならアルティナのことかな。他にアルフィンがいた。あと誰だ。いや、わからんな。アンゼリカさん。いや、あー折りすぎ。あー折りすぎ問題。はい、誰だ。誰だったよくわかんなかった。はいはい、スウィン君とナーディアちゃん。ふんふんふん。身体能力だけじゃなくて戦闘スキルもびっくりするぐらい忠実度。ね、さすがよね。連携の方も磨きがかかってる。長年のパートナーで丸だけ合わせるのは至難の技。それほどでもあるよね。スーちゃんとなーちゃんは最強のコンビなんだから。派手に立ち回るアーロンさんや敵を翻弄するジュディスさんと全く違うスタイル。最短の手順でとどめを刺す。なるほど、さすがの洞察力ですね。対局を見据える力。習慣。別にいいよ、あーちゃんが言ったことは大体当たってるし。その理由は簡単だ。なぜなら俺たちの戦闘スキルは見せびらかすためのものでも屈服させるためのものでもない。相手を殺すための技術だからな。殺すための技術。なんか全然引いてないの、さすがアニエスだね。ああ、俺たちはもともとガーデンに所属する殺し屋だ。それってあーちゃんにも何人か心当たりあると思うけど、スーちゃんとなーちゃんはそんな自分たちのことが嫌になって数年前に組織から抜け出したんだよね。前に国防外でジンさんがおっしゃっていた庭園の脱走者、もしかしてそれがスイン君とナーディアちゃんたちのこと。でもいいんですか、ほとんど初対面の私にこんなことを話して。いいんだよ、もともとそのつもりだったし。ナーディアちゃん。ガーデン、正式名称はフォーガーデン。へえ、初めて知った。そうなんだ。ソード、ソーン、アウルム、ラストという4つの円から構成された暗殺組織だ。はい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 。そして円にはそれぞれを統括する管理人が存在する。ソードのエンペラー、ソーンのメルキオル、アウルムのオランピア、そしてラストのアリオッチ、この4人がガーデンの管理人だね。いやー、すごいな、つながってるな、奇跡。エンペラーは昔なーちゃんたちがやっつけたけど、残りの3人はアークライド解決事務所が決着をつけてくれたんだよね。まあ一応ね。オランピアはどうなるんだろう。ああ。最悪としか言い表せない連中。本当なら元メンバーである俺たちが決着をつけるべきだったかもしれない。だからその一つ礼を言いたかったんだ。ありがとうバン、アニエス。いえいえ。お前らこの場にいない人にも伝えてくれると嬉しいかな。スウィン君、ナーディアちゃん。はい、必ず伝えます。ともあれ、これで庭園は4人の管理人を全て失ったってことになる。もう何かしでかすこともねえだろ。ああ、庭園という組織は実質崩壊したと言ってもいいだろう。でもさ、救い上げる人がいるからな。これで俺たちの心残りも一つ消えたな。ゴロゴロのんびりライフに一歩近づいたね。そうだね。あとは探し物の方だが、とりあえずはこの仮想空間をね、聞きたいね。ナーディア。はい、捕捉したよ。と言っても隠れるつもりはないみたいだけど。こんなところでそう警戒しなくてもいいだろう。一応昨日の借りもある。何してんすか、この声は。何してんすか、入ってきたのルーネかよ。相変わらず性格の悪い登場の仕方だな。まあでも確かに遠く離れてても同じクソ空間に行けるっていう話だったもんね。だから名前で呼ぶなと何度。それはともかく、昨日のことについて礼を言いたかったのは本当だ。ついでにいろいろと聞かせてもらいたいというのも本音だがな。残念ながら CID の分析官殿に話せるようなことはないけどな。絶対腹黒いことをいっぱい考てそうだよね。そのメガネが証拠。わかるわかる。奇跡のメガネはね、信じちゃいかん。それはさすがに偏見なのでは。偏見から。いやでもさ、奇跡プレイヤーの 9.9 割はメガネは警戒するからな。偏見です。あながち間違ってなさそうだがな。間違ってないってみんなよかったね。よくないけどよかったね。バンさんまで。私別のところで話してる。別に難しい質問をするつもりはない。そうだな。例えば君たちは本当に2人なのかとかね。おお、そこ切り込む。私もね、本当に2人なのかなって思ってたんですけど、本当に2人なんですか？ああ、今は本当に2人だ。なるほど。これで満足か。そっか、秘宝ですね。それは秘宝ですわ。って知ってるんだね、さすがルネさん。元仮面さんが今どこにいるかはなあちゃんたちも知らないからね。もう元仮面さんって言っちゃってる。いくら探っても無駄だよ。そうなんだ。え、完全にじゃあ別行動してるってこと？元仮面さんって一体。始まりの奇跡をやりましょう、アニエスさん。キンケイドさんというより CID がかなり警戒している人物みたいですけど。え、やばいな。だってさ、一応オリビエ的にはルーファスさんは死んだことにしてるじゃん。いや待てよ、いやどうなんだ。もうよくわかんない。情報もってよくわかんないですね。で、そんなことを聞くためにわざわざこんな仮想空間まで来たのか？あくまでことのついでだ。忘れたのか、バン。これは CID からの依頼でもある。言ってた。見分を兼ねて一応手も貸す。つまりはそういうこと。ごめんルネ、さっきクォーツ全部取っちゃった。そいつは頼もしい子って。そういえばここって動力ネットを介して接続した空間だったよね。メガネさんはどこから来たんだろう。自室かな。少なくともあの事務所からってことはなさそうだな。ああ、実際に今私がいるのはイック・バンタユ地区だ。へえ。たとえイーディスの外からでも同じことだろうかな。あそこなんかあるっけ。あれか、ロイグラムハートさんのあれがある。便利なもんだぜ。無駄話はほどほどにして先に進むぞ。時間は無限じゃない。それな。それはそうですけど、2人は大丈夫なんでしょうか。人員が1人増えたことだし、テキパキ片付けるか。なんならなあちゃんが応援係をやろう。それは許しませんね、私が。いや、それサボりたいだけだろ。キンケイドさんが同行することを完全に割り切っているみたいですね。アニエスの心の声面白いな。ターゲットとさして、あ、ターゲット変えられるんだ。へえ、なるほど。そんなカーソルは見えてないけどね。さて、訳ありの2人も含めたっぷり働いてもらおうか。このメガネさん、やっぱり腹黒だ。せめて報酬くらい欲しいもんだ。確かにね。賑やかになりましたね。なりましたね。鬼畜メガネらしいので。なるほど。ごめん、取っちゃったな。挑戦します。メガネさんにお任せ。逃げ場はないぞ。メガネさん、そこはこのまま制圧する。いいよ。諦め、終わりだ。なんかこの2人だったらさ、腹の探り合いしてて面白いですね。レイ、合わせろ。レイ、ナーリアレイ。名前呼ぶんですね。へえ、ルネそんなに入ってくるんだ今回。今回結構外すな。スーちゃん大丈夫かそれ。賭けだなあ。間違えた。なんなんであっち使ったの？キンケイド。仕事に戻らせてもらおう。相手が悪かったな。悪くない仕上がりだ。バン。ちょこちょこ成長しておりますね。本当に綺麗ですね。うん。なあちゃんもどうか。デートスポットにぴったりかな。だって。女性陣の受けはいいらしいな。リリースしたら人気も出んじゃねえか。魔獣さえいなければだろうけどな。まあまだわからないことも多い。最後まで気を抜くなよ。そういルネのおかげで閉まるね。はい、今回の層も全部やりました。さてもう上は行けないんだね。一方通行なんだね。フロアボスの撃破行きましょう。フロアボスとな。あ、いきなり庭園の門番ギルガタウロス。タウロスですね。煉獄の豪卒。よいしょ。ゲートキーパー。はーい。私一応セーブしてきたけど結構突然だね。テイク・ザ・グレンデルマジあんまりやらない人なんだよね。これ縛っちゃう系っていうよりあんまりバンクの体の負担かけたくなくって割と縛りがちでした。あ、回復装置もないんだね。珍しいね。そっか、メニューで回復装置とかあったんかな。ちゅうことでこのドライバーあたりやっとくか。確かホルテあったよね。ホルテもいっとこう。なんかある？アニエスに変えるか。ジブリールガード。うわ、ブレスは一気になくなる。なんか下がった。暗闇暗闇。一番、あ、バン君の一番左なんだ。これの逆かな。なんだっけ、電気の逆かな。あれ上げてポルテしてくれたけどどうしようかなっていうのがありますね。もう一回電気してもう一回電気するのもありじゃない？うん。で、バンダライブレイドやろう。早くしたらどうなるんだろう。鬼早でした。オッケー、準備はできた。正気、1回入れて時刻1回。あ、近くないとダメなんね。いいね。足蹴りかっけえな。それは駆動解除ありますよ。一回使ってトロワ。うわー、めちゃくちゃ嫌一応コインバレットあたりしとくか。入りますように。あ、本当は嫌だよ。ナイス。ちょっとマジで暗闇欲しくなるやつじゃんこれ。めっちゃタックダウンやってくるし、めちゃくちゃ嫌なやつじゃんめっちゃくちゃ嫌なやつじゃん。アーツウィーク、あー、なるほど。まあこれもありか。そうですね。マーキング外れてるよね。裏山は切れてる。ガンガン行くぞ。どうしようかな。これで決める。これでちょっと入るんか見とこう。三角か。ジブリールガードは大丈夫そう。HP も全然減ってない。アーツいく。でも火属性らしいんよな。一旦下げるか。一回やられる前に、いや待てよ、自己アップってすぐ次来てたよね。ついてこられるか。行くぞ行くぞ。リーサルオペレーション、オペレーションを開始する。これも早くしたらどうなる。目にも止まらぬ速さである。STR ダウン入った。933か。933か。あ、ファイアボルトあるじゃん。うわー、なあちゃんがバフ下げるやつあるんだっけ。バフ下げるやつ誰だったっけ。手を緩めずに行け。どうしようかな。回復しよう。あ、そうだ、異常状態回復アニエス持ってたじゃん。今思い出した。いいね。 CP30 727か。クロノドライブしよう。いや、これはギエーでしょ。頑張ってよ。あ、アーツ駆動解除されたんか。なるほど。ガンガン行くぞ。なるほど。このまま押すぞ。そうですね。今どういう状況？バン君54か。ちょっとヘイト取っとくか。当たれ。あ、いや、ヘイト持ってるわ。当たってる。で甘い。まあ、半分もあるよ。結局下げるやつないんだよね。2か。フォルテでもする。よいしょ。熱ブースト1回やっとくんだったか。次この人か。上がってるけど上がってるないって感じだね。あ、あ、これだ。ルーズだった。頼んだよ。クレームじゃないよね。ナイス。いいね。ウォールキャンセル。マジでいいですね。ちょっとどうするこれ。回復なあちゃんいけそう。どうしようかな。マーキング外れてるんだよな。風儀はは。意外とスーちゃん近くないと入んだ。これで決める。終わりだ。強いな。なんか下がったな。なんでだ。なんか HP 下がったよね今ね。なんでこれ。あとは任せた。お任せください。イノセントヒールはなんと状態回復はなかった。どっちかなって思ったけど、いやでもデバフ解除だから状態回復とステータス回復をしてくれるのかもしかしてこれ。あーますよ。でも HP が全然回復しない。どうする元気注入する？なあちゃん大丈夫か？元気注入。パスッとして感謝。ね、あ、リミッター解除してんけど、そうだよね。一旦バン君出して回復をしよう。こうじゃ。あ、まさかの次のターンいけるか。あれですね、歯応えありますね。それなりに時間かかるね。ルーネをまた出しの。ルーネここ出したいな。グレンデルか。いや、グレンデルか。グレンデル使ったら負けだと思ってんだけど謎のこだわり。うん、オールキャンセル。あ、もう嫌。お返しするね。回復するか。元気注入どんぐらい？なるほど、50か。なんかそのグレンデルやるのがチュートリアルなんかっていうぐらい。あれだね体力がありますね。とりあえずコイン割れてっとく。スーちゃんは、いや待てよ、1回でいいや。全然スタンしないね。スタンゲージ今どうなってる？結構溜まってたような気もするけど、マジでいやっす。それマジでいやっす結構溜まってるよね、スタンゲージね。今91って書いてあるの。ルネさんはね HP も溜めときたいんだよな。 HP じゃん CP。 今暗闇なんだよな。あ、ゼロ来てた。痛い。やばいです。どうしようかな。油断するな。大丈夫か。ありがとね。行くぞ。277って277って交代だ。お任せください。ここ一旦アニエスさ、ブリリアントハイドをやった方がいいんじゃない？やっちゃおうかな。お、大丈夫ですか？はい。大いな光の宴会は我らに息吹を与えたまえ。状態以上も回復してくれたらめっちゃ嬉しいんだけどね。そうもいかん。え、HP 全開じゃないんだ全開ではないんだ。ガンガン行くぞ。財爆動。スーちゃん。そこだ。あ、やっと。誰？バン君。しかし暗闇である暗闇である。アニエスがいいかな。アニエスがいいか。この調子でいきましょう。いやマジで頼むわ。マジでお願いしまする。当たって。あ、当たってる。ナイス。いいダメージ。正気169。あ、Sブーストがないです。そこだ。ナイス。ウェイ。お、なかなかな。3.3 なのこれで。へえ。カラビアもらった。あ、シャードトークン気になってた。うん。旧ガーデンメンバーにして、もっと新生帝国ピクニック隊。もっと、解散しちゃったのピクニック隊。てか、新生帝国ピクニック隊って、周知の事実だったの。勝手になあちゃんが言ってんのかと思ってたんだけど。メガネさんもなかなかやるメガネ。ツッコミはその都度しないと追いつかなくなるからね。解決ではない、楽観しただけ。なるほど。黒の奇跡2中はやっとけと。まあ各章1回ずつやるみたいな感じかな。めたい。はーい。そうね、2時間はやってないけど1時間半はやってたかもな。あ、ほんと。はーい、お疲れ様でした。室長から伝言。君たちの共和国での活動に手を出しするつもりはない。以前は結構しつこかった。ガーデンが崩壊し、彼の居場所もつかめないとなれば彼。そのまとめる人みたいな感じかな。探してるものがそれなんかな。ログアウト。ログアウトですね。ちょっと待ちなさい。メア様。はい、メア様。なんすか。ありがとうございます。ちょっとそのメアコって呼び方、私は許してないんだからね。ね、メア様だよね。あの子を思い出す。キーヤちゃんのあれ、キーヤちゃんみたいだった人、なんか名前あったっけ。ラーちゃんではないよね。捕まえて飼ってみたい。あのピンクの子、なんか怖いことを言ってるんだけど。もっと怖いこと言えると思うよ。それなんだけど、ちょっと見過ごせないことがあってね。実はこの仮想空間が乗っ取られて改造された時に、動力ネット上から膨大な量の情報を取り込んだみたいなのよね。またそうやって怖いこと言うでしょ。で、あんたたちが第一階層を攻略したことで、その中の一部が取り出し可能になったのよ。もちろんほとんどはゴミ情報だけど、普段はネットの真相に隠された情報や暗号化された情報も紛れているみたい。というわけで念のため、あんたの端末に転送しておいてあげたわ。ちょっとずつ紐解いていく感じかな。ま、今回に限って特別よ。それに私は有能なフォローだから、このくらいは大したことないわ。とにかく力を貸せるのはここまでよ。あとは自分たちで何とかなさい。はーい。さてはて例えばゴミって何？確かにね。レンちゃんか。お、なあちゃんも情報代表。動力端末をウイルスで破壊する専門家というのは冗談で、情報分析は得意分野さてはて、すごい、私の情報も整理してほしい。あのツール、キティエンジンシークレットカスタムモード。そんなものが。さすがキティちゃん、優秀優秀へえ、さすがレンちゃん。レンちゃん天才すぎん？ゴミと何かに仕分けてんの？アルマータの遺産か。はあ、アルマータ、もうこの名前を聞くことはないと思っていましたが。ああ、俺たちにしても二度と聞きたくなかった名前だな。うん、もしかしてお二人も庭園絡みで奴らと因縁でもあったか？いや、俺たちはアルマータと直接の関係はない。あるとしたらクレイユ村の方だ。そこを切り込んでくれるんだ。始まりの奇跡のエンディング後にピクニック隊寄ってたっぽいもんね。シークロの奇跡1でもお話が聞けてたよね。もう2年前か。いろんなことを片付けた後にふらりと立ち寄って、骨休みがてらみんなでのんびりして、ガレットなんかもお腹いっぱい食べて、なあちゃんの人生史上でも最高にまったりできたんじゃないかな。そうなんだ。なんかそういう話聞けて嬉しいけど、クレイユ村ブワって感じですね。ああ、それで気づいたら一月も滞在してしまっていたな。そうなんだ、それは思い入れあるね。そうだったんですか。そういえばあの時村で聞いたような。よく覚えてますね、アニスさんプレイヤーによっては聞いてなさそうだけどバベル事件の直後に訪れた。めちゃくちゃ説明してくれるじゃん何度も繰り返し使われていたワード。あ、アルマータの遺産っていうのが使われてたワードっていうこと？なんだろうね。薬物関連、兵器、武器関連。あの兵器の再現は難しい。そうね。ありか。首都以外の場所に隠されてる。メッセルダム。へえ。メッセルダムって一番最初にあれでしょ？ジェラール・ダンテスさんと、引き出しが出てこない。ディンゴさんがなんかいろいろやり合った場所じゃなかったっけ？でミフェリアとの交易が盛んで、バレエなんかも有名。あ、そうなんだ。それを知らなかった。あ、そうね、映画祭がなくなったんだもんね。そうね、元本拠ね。別件で目をつけてた。あーちゃん、なんか光ってる。ゲネシス。これは臭いですよ、メッセルダム。ゲネシスが反応を。去年と同じパターンだな。こいつが光ったってことは確実に何かがあるってことだ。バンさん、でしたら私も。気持ちはわかるがお前は学校だろうがですよね。しかも学芸祭の準備が忙しい時期だしな。ですよな。ですが心配しなくても他の女子たちにも声をかける。人手不足なんてことにはなんねえから、ここは俺に任せておけ。悔しいね。ですね。でも学生してほしいな。この時期にあまり欠席していたらアラミスへの本分も果たせませんし。さてそうなると割と長めの出張になりそうだ。事務所の方はしばらく留守になるが、そういえばスイン、ナディア、お前らの予定は、ね、もしかして当てがメッセルダムだったりする。どういう風にやるかはまだ決まってないけど、首都で探し物の情報を集めてみようと思うの。そっか。そういうわけで当分はこっちに滞在するつもりだ。だったらちょうどいい。お、ここに住むといいみたいな。本当はあの室長の連絡が来る前から言おうと思ってたんだが。最上階空いてますよ。お前らに一つ提案がある。聞かせてくれないんだけど。聞かせてくれないな。提案。次までお預けか。あ、すっかり忘れてた。これ誰だ。スーちゃんかな。気前のいい子だ。やった。文句なしだな。まあ喜ぶほどのもんじゃないさ。ですよね。CID 極秘調査レポート。あー、見なきゃいけないやつ。いやでもこれ知ってる。まあでも改めてね、勉強し直すっていうのはありですよね。